クリップ大福孔寺本、北条記は、鴨の町名による、鎌倉時代の随筆。日本中世文学の代表的な随筆とされ、鶴鶴草、枕の草子と並ぶ、古典日本三大随筆に数えられる。北条庵下鴨神社境内の河合神社に展示。晩年に町名は、京の郊外、日の山に一条四方の昭庵を結び陰性した。異様に住みつつ、 当時の世間を観察し、書き記した記録であることから、自ら、法上記と名付けた。末尾に、宇治建略の二とせ、八代日のつこもり頃、草門の連院、と山の居堀にして、これを記すとあることから、1212 12年3月末日に、記されたとされる。現存する最古の写本は、大福三寺が所蔵する大福三寺本である。これを自筆本とする見解、 語字、脱字や書本との関係より自筆ではないとする見解が分かれている。漢字と仮名の混ざった和漢根孔文で記述された最初の優れた文芸作品であり、英単表現や追句表現を対応し、漢文の語法、加語、仏教用語を織り混ぜる。吉重が安ね指定期を手本としていることが指摘されており、かつてはこれを、 根拠の一として、偽諸説も唱えられていた。陰性文学の層や、無情感の文学とも言われ、乱世をいかに生きるかという自伝的な人生論、ともされる。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、淀みに浮かぶ歌方は、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなしの書き出しで移り行くものの、儚さを語った後、同時代の最悪についての記述が続き、 後半は、草案での生活が語られる。さらに末尾では、自身の草案の生活に愛着を抱くことさえも、悟りへの妨げとして否定的な見解を述べている。前田や本広本と略本があり、広本はさらに古本系とルフ本系に分けられている。各本の関係を、長明自身による遂行の各段階を表すとする見解と、広大の著者、 解釈による変化とする見解がある。現代の研究において、定本とされることの多い大福光ってもとは、古本形に属し、漢字とカタカナによる金混じり文である。これに対して、ルフ本形はひらがな混じりの金混じり文で書かれ、古本形との本文の移動も少なからず存在する。略本は、長命の体験した最悪に関する記述がなく、その他の部分にも移動が大きい。 中でも、新字本は漢字のみで書かれている。北条記の中で長明は、暗言3年の都の火災、実証4年に、同じく都で発生した竜巻及びその直後の福原、京仙と洋和年間の基金さらに元略2年に都を襲った大地震など、自らが経験した天変地異に関する記述を書き連ねており、歴史資料としても利用されている。 安元3年4月28日午後8時頃、都の盗難で、無人の宿屋の日の不始末が原因で出火した。火は瞬く間に、都の西北に向かって燃え広がり、須崎門、大局殿、大学寮、民部省などが、一夜のうちに怪人に返した。苦行の邸宅だけでも16件、一般家屋に至っては、都の3分の1が消失した。死者は数十人であった。 自称4年4月、中見稼働王子と東京局大路の交差点付近で大きな竜巻が発生した。風は周囲にあるものをあっという間に飲み込み、家災道具やひわだ、吹き板などがあたかも冬のこの葉のように宙を舞った。風の通った後にはペシャンコに潰れたり、桁や柱だけになった家が残された。竜巻は市街地を南南西に向かって走り抜け、 現在の東本願寺の手前あたりで消滅したものと思われる。福原遷都自称4年6月に、にわかに福原に遷都が行われ、大臣も苦行も皆移った。平安系の建物は次々に解体されて、いかとして、淀川を流し下して神都に運ばれた。神都、福原の地は上履を割れないほど、共愛の地であり、建設はなかなか進まない。神都での風俗は、 武家の田舎びた者にとって変わり、故郷はすでに荒れて神とは未だならずである。結局その冬には平安系に関都となった。要は年間2年間にわたって飢饉があり、多くの死者が出た。干ばつ、台風、洪水が続いて作物が実らず、朝廷は様々な火事機等を試みたが買いなく、諸物価は高騰し、さらに翌年には薬病が人々を襲った。 忍那寺の流行法院が無数の合死者が出たことを悲しみ、行き交うごとに死者の額にあの字を書いて決演し、その数を数えたところ、要は二年四月五月の作業だけで四万二千三百人余りに達したという。なお、この基金は福原戦都や源頼朝、源義仲をはじめとする各地での武力放棄と、その追悼の影響によって拡大した面があるが、 北条記には、その点は、触れられていない。元略2年7月9日、大きな地震がとを襲った。山は、崩れ海は傾き、土は裂けて、岩は谷底に転げ落ちた。余震は3ヶ月にもわたって続いたという。北条記の該当箇所には、また、同じ頃かとよ、帯田の宿大地震降ることはびりき、そのさまよの常ならず、山は、崩れて川を、舞み 海は傾きて、陸をひたせり。土裂けて水湧きで、岩荒れて、谷にまろびいる。渚込さ船は波に漂い、道行く馬は、足の立ち道、窓はす。とする記述があり、ここで言う、海とは、平景物語などで、湖や、水海と、表現されている、琵琶湖ではなく、この地震が、内陸地震にとどまらず、津波を伴っていた可能性が指摘されるとする説がある。 ありがとうございます。